はいどうもこんばんは、オメンズイレブンです。今回はですね、前回の伊豆の旅で、行きたくても時間がなくて行けなかった場所があるんですけど、そこに向かいたいと思ってます。ちなみに今、現在1時22分ですね。深夜の1時22分でコンビニで休んでます。ちょっとこの後下道とかでドライブしつつ、またどっか車中泊ができるような場所を探して、そこで寝てからその目的地に向かいたいと思います。いつもですねこの道来ちゃうんですよね。まぶしい。由比ヶ浜ですね、鎌倉の海沿い、江ノ島にかけての海沿いの道好きで、深夜でも昼間でも結構来ちゃうんですよ。何かあったらここ来るよね。ちょっとお腹空いたんで、どっかお店探します。小腹入れてからまたドライブ行って、どっか寝ようかな。はい、一蘭に来ました。深夜2時なんですけどね、結構混んでます。中入りまーす。はい、ラーメン来ました。うまそう、うまそう。じゃちょっと早速食っていいですか。すいません、切りますね。ラーメンを食べ終わって現在午前2時半ぐらいですね。こっから伊東マリンタウンへまで1時間半から2時間ぐらいかかるんで、ちょっと高速に乗って、パパッと向かっちゃいたいと思います。はい、やっと今熱海に着きまして、午前3時ぐらいですね。で、雨が降ってきてしまって、ちょっとねこれ止んでくれればいいんですけどね。あと30分ぐらいで目的地に着きますね。で、前が見えない、全然見えない。ワイパやっと着きましたね。やっとマリンタウン着きました。いや、思いのほか真っ暗で驚きですね。こんなに、ワイパーなんですよ。あ、てかすごっ、車止まってるな。すごっ、めちゃくちゃ車止まってる。どうしようかな、この辺の陣取ろう。ちょっと雨なんでね、トイレから少し近めのところでじゃあ、はい。現在3時42分ですね。ちょっと雨がひどすぎてトイレに行くのもめんどくさくなったんで、このまんま雨音に包まれながら仮眠を取りたいと思います。では、おやすみなさい。おはようございます。現在10時半ですね。なんだかんだ4時頃に寝始めて、寝つきが悪くて6時7時ぐらいに寝て、4時間ぐらい仮眠が取れたので、ちょっとそうそう、行かないとまずいですね。行ってきます。いいですね、賑わってますね。はい、お腹が空いたので3個入りのいなり寿司を買って、あんまり食べ過ぎないようにね、今から出発します。朝6時ぐらいまではですね、大雨だったんですけどね、とりあえず雨は止んでくれたけれども、結構曇ってるんで、いやー、青空の下桜撮りたかったですね。残念ですよ、おじさん。ねえねえねえって言ってんだよ。来るよ、
来るよ来るよ、幻博覧会来るよ、幻博覧会来るよ来るよ来るよ、来た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 来ましたよ。はい、見えてるかな。来たー、お客さんそこそこいるのかな。あ、みんな気になって止まってる車。河津桜見に向かってるんですけどね、ちょっと昨晩食べたあの一蘭のスープが辛くて急にねお腹痛くなっちゃって、ちょっと近くのパチンコ屋さんでずっとトイレに入ってたら、もう到着予想時刻が1時半なんですよね。すごい時間もったいない。でテンションが少し落ちてる。ただ見てくださいよこの景色、海。天気がねもうちょい良ければね良かったんですけどね。いや、やっぱ海は癒される。お腹痛い。はい、やっと到着しました。まずはこの景色見てください。天気も良くて上がりますね。でね、人が平日なんですけどね、やっぱりかなり多いですね。かなり多い。逆光になっちゃってるかな。じゃあちょっと桜が見えてるんでそちらに向かいます。見てくださいこれ、この景色と天気と、この景色と天気、やばい、これはやばい。こんな祭りがあっただなんて。人もね多いかと思ったんですけど、結構ちょうどいいぐらいですね。なんか昨日かな、日曜日はここにたどり着くまで車の渋滞で 4,5 時間かかったっていうツイートを見たんですけど、今日はね最高ですね。本当に来てよかった。桜ひらひら乗りて舞い落ちて、うねる思いや揺れた抱きしめて。桜いろいろ見に行ったつもりではあったんですけどね、これね、ここまで綺麗な桜の道、桜並木っていうんですかね、これは初めてかもしれないですね。本当におすすめします。河津桜本当すごい。桜のたい焼きですね。めっちゃ並んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、プロレスもあらん。はい、これを買うのに30分近くかかりましたね。この一つを買うために。結構やっぱりインスタ映えとか SNS に載ってる方が多いのでね、本当に大行列でした。味はね、分かんない。毎日僕らは鉄板の上。この二人食べちゃうぞ。もうね午後2時半ぐらいなんですけど、夜にまたここに来ようかなと思ってます。なんかライトアップがあるみたいなんで、一旦宿にチェックインして、その後すぐ今度は電車に乗って同じ場所に行きたいと思ってます。では、やっと昼ご飯にありつけました。椎茸とイノシシ汁ですね。軽めに食っといて、また夜ここに来るんで、
時はお酒と一緒にギュークしとかで食いたいと思います。いただきます。はい、今宿に向かってます。にしても椎茸とねイノシシ汁がね美味しくなかった。ショックだった。夜の牛串をね楽しみにしましょう。これはね、いやちょっと全然満たされてないね。宿に向かおうと思ったんですけど、途中にこういう道の駅っぽいところあったんで寄ってみます。寄りたくなりますよね、こういうところね。ついついね、用もないのにね、つい買っちゃいますよね。つい飲みたくなりますよね。はい、本日の宿の近くですね、着きました。ちょっとね、眠たすぎて温泉に入ったら寝ちゃうんじゃないかなって思いますね、これ。あ、ちなみに海が結構綺麗ですね、やっぱり伊豆の方の海は。こんな感じです。静かですね。はい、今回の宿に到着しました。今回の宿も平日でかなりリーズナブルに予約することができました。一泊一人6,000円ですね。はい、で部屋にトイレ、風呂付きです。で景色がね、景色が海沿いで、はい、本当はあの河津桜を見るために河津駅近辺に撮りたかったんですけど、さすがに空いてなかったので、今回は熱川っていうところですね。バナナワニ園があるところね、かなりいいとこです。調べたところですね、貸切温泉露天風呂有料ですけどね、あったので、せっかくあったので入ってみます。かなりいい雰囲気ですね。こんな感じですね。あとね、天空牧場にもあるらしいんで、そっちもね空いてれば朝か夜に入ってみようかなと思います。なんとかですね、眠気をこらえて今から、河津桜を見にもう一回河津駅に向かいます。ちょっと時間がないんで急ぎます。ホームに着いたんですけど誰もいない。あれおかしいな、河津桜誰も見に行かないのかな。誰もいないっす、おかしいな。電車来ましたね、伊豆急下田。いや久しぶり電車乗るの、人も少ない、いいですね。知らない土地に来て電車に乗るという行動。はい、無事河津駅着きました。ここからちょっと歩きます。ここは綺麗ですね、もこもこ、桜がもこもこ。ちょっと顔が映っちゃうんだね、人の。すごい綺麗、ここも綺麗ですね、すごい綺麗。ライトアップ、それよりね、あの屋台がない、屋台がやばい。屋台やったー、一部しかやってないのかな。なんかうるせえな屋台。生ビール売ってるかな、売ってなさそうだな。ちょっと買います。牛タンですね、やっぱね。ただね、さっきも言ったけど、あの生ビールがないんですよね、缶しかないから。とりあえずこれお腹満たして、またちょっと歩き回って屋台探してビール探したいと思います。ではいただきます。
サーバーから出るね生ビールが飲みたくて、それを我慢してここまで来たんだけど、やっぱりもうない、ないんですよ。いくら探しても屋台がサーバー付き生ビール売ってる。だからもう帰ります。帰って居酒屋で生ビール飲みます。わざわざ電車に乗ってきたのに、車で来りゃよかった。これだったらマジで。はい、駅に着きました。なんかすごい湯気が、温泉ですね。ああなんか書いてあるけど見えないな。はい、じゃあちょっと居酒屋行きます今から。いやこの街もなかなかいいですよ。レベル高いですよ。やっぱ平日だと風情出ますね。人が一人もいないですからね。いいですね。いやーやってた、やってる。あとは席が空いてるかどうか。ただね、不安なのがラーメンって書いてあるんですよね。ラーメンってちょっと入ってみます。かなりいい雰囲気の居酒屋さんに入ることができました。結構ね、地元の人も騒がしいですね。はい、これを待ち望んでました。じゃあいただきます。ああ美味しい。美味しかったですね。ただね、地元の方の、まあ、お客さんなんですけどね、下ネタがやばかったわ。店内に響き渡って。じゃあホテルに帰ります。おはようございます。今回ですね、1泊2日川桜を見に行く旅ですね、これで終了いたしました。これから現実の世界に戻ろうかなと思います。今回の旅が面白かったなという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。ではまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。